第一ホテルアネックスからのトレインビューです。5階の部屋に泊まっています。こうやって窓が大きくありまして、ちょっとお行儀悪いんですが、テーブルの上に登って窓が二重になってるんで1枚開けます。そうすると大きな1枚窓ですね。こんな感じで、新橋駅にこう、なんていうんですかね、電車がこう出入りする様子がよく見えます。ちょうどいい具合にカーブしてるんで、最高のトレインビューですね。今日は4月9日ですので、新しく開業した上野東京ラインの電車も見ることができます。もうすぐ特急トキワ号、品川行きが来る予定なんですけど、どうでしょうか。今山手線が東京方面に出発しました。こっちが東京方面ですね。お、特急トキワ号見えてきました。すごい新鮮ですね、上野東京ライン。はい、以上です。